はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は9月の1日で金曜日です。空はね、晴れてます。今日からね、新学期ですよ。まあ、ハーチもね、朝からね、もう散歩行かんって言ってね、困りました。キューちゃんも行かんって言うから困ったね。まあ夏休み明けなんでね、仕方ないことなんですけど、毎年ですよ、行かんって言うんですよ。今日行かなかったらまた明日行きづらくなるということをもう我慢してね、今日だけは行ってもらわないとということで、銀ちゃんもね、絶対今日はね行かんって言うんですよ。銀ちゃんパトロール行くかって言ったら絶対行かんって言って。今日からね、9月1日ということで、まあ何が変わるっていうわけでもないんですけどね、まあ運動会の季節ですよね。まあイベント続きますよね、秋の場合は。次ハロウィンでしょ、初の誕生日でしょ、キューちゃんの誕生日でしょ、でクリスマスでしょ、ジュンちゃんの誕生日でしょとか言って、なんかすごいイベントが詰まってるようなね。まあ年末は忙しいからね、もう9月なんで1あと4ヶ月、もう4ヶ月なんかあっという間。もうおせち料理の話してますよ。いや、ね、年末おせち料理作るのがね、またね、楽しいんですよね。いや、他の人から言うと面倒くさいってなるかもしれんけどね、まあ僕から言ったらね、楽しいんですよね。まあ、義務じゃないからね、別に作らんでもいいんですけど。じゅんちゃん待ってた。じゅんちゃん、ちょっとお買い物行ってくるわ。待ってて。きーちゃんも待ってて。あと待ってて。はーつー、じゅんちゃん待ってた。待ってた。てっちゃん待ってた。てっちゃん行くよ。てっちゃん待ってた。はい、買い物から帰ってきました。これね、マック買ってきました。なんか新製品のベーコントマトなんとかっていうの。もう高いんですよ。1200円ぐらいしました、セットで。はい、こっちが食パン78円。もう今日はね、全然買ってないです。もうコーヒー買いに行っただけです。はい、しめじ70円。
カイワレ、これが70円ぐらい、高いですよこれ。今食べたかった唐揚げ126円。赤飯298円、ちょっと高い。鶏肉398円、高い。豚肉454円、高い。あとはコーヒーが3本で1本100円と牛乳1本が230円、あとエクレア100円、あとはアイスがバニラのやつが2つ、1つ100円、こっちも100円。ちょっとこれだけは冷蔵庫でします。もう溶けてます。マック買いに行ってたら溶けました。氷入れてたんですけど。はい、今日はこんだけです。もうね、全然買ってないです。コーヒー買いに行っただけなんで。もうこの唐揚げがね、ちょっと安かった程度。ちっちゃいのが3つだけ入ったってこの値段ですからね。マックも高かった。まさかもう1000円超えするとは思いませんでした。今日はだいたい3000円ぐらいですね、全部で。マックも入れて。兄ちゃん待ってた。兄ちゃんそれ冷たいよ。けいちゃん待ってたか。はーちゅ待ってたか。はい、今日はこんな感じです。早速マック食べたいと思います。朝から何にも食べてないんで。じんちゃんそれ冷たいでしょ。早速ね、マック食べたいと思います。なんか新製品をね、頼んだんですよ。あれ？なんでポテト2つあるの？僕ポテト2つ頼んだ覚えないんですけど。もしかしてこれで高かったの？なんかいつもより値段高いなと思ってたんですよ。このサムライマックっていうのにしたんですよ。ちょっとサムライマック食べてみます。まあこんな感じです。画像ではね、すっごい大きかったんですけどね、実物はね、やっぱちっちゃいですね。まあ普通ですかね。はい、今日はこんな感じです。
you